Last time we left off, I think we were going to check out something. What it is or was, I forget, but we were headed somewhere. That's our vehicle. Okay. I'd rather avoid them if I can. Maybe by the time I get around, those thugs will be gone. Oh, screw it. Good. Oh, bad time we come across her. お前らを先に行かせるわけにはいかねえんだよ。とやらせてもらう。You know, this is the first time I actually lost a fight. No, I lost against the boss that one time. Yeah.
なんだてめえ。こっから先は通行やらせてもらうぜ。Ah, that was perfect. Okay. Out here. Eek. Soko togan kai kore. Yarasete morau ze. Dura.
話しなさい。他の奴らはどこにいるの？知らねえんだ。俺はもうグレンカイの連中とは手を切ってたんだ。今日はたまたま顔を出してただけで。嘘をつくな。貴様、応援はまだか。早く司令と西村さんまでやられちまう。ミキコ、マサハルさん、なぜだ、ミキコ。こいつらが殺したからよ。こいつらがお父さんとお母さんを、真帆を焼き殺したのよ。だがあれは真帆ちゃんのストーカーの仕業だって。そんなのはでっち上げよ。全部こいつらがやったの。なんだと。あ、足崎さん、てめえ死ねえ。Well, go ahead and shoot. Ah, yes, a convenient guard. And she's getting right back to it. ごめんなさい。捕まるわけにはいかないの。あいつらを殺すまで。起きた。そうだ、ミッコは昨日の事件はどうなった？警備会社のオーナー足崎という男が屋上で撃ち殺されていたそうです。オフィスが燃えてたみたいだが、火を放ったのも同一犯か？さあ、詳しいことは何も。そうか。それともう一人、昨晩足崎の元を訪れていた西村という男性が今朝路地裏で殺害されているところを発見されたそうです。こいつらが殺したからよ。こいつらが、こいつらがお父さんとお母さんを、真帆を焼き殺したのよ。そういえば海東のおっさん、さっき警察が来てたぜ。後で事情聴取したいから目覚ましたら連絡してくれって。ちっ、めんどくせえな。あ、で銃弾は肩をかすめただけで大事ないそうです。奇跡的に骨折もないそうで。医者が頑丈だってびっくりしてたぜ。屋上から大人一人抱えて落っこちて平気とかどうかしてるって。だったらこうしてる必要もねえな。海藤さん、のんきに入院してる場合じゃねえ。ミキコを追う。警察が来たら厄介だしな。俺も手伝うぜ。なあ海藤さん、でしたらこちらを。これはカムロ町でこれまで殺害された4人の被害者のデータです。おお、助かるぜ。調べてみたところ、被害者たちは少なくとも表向き、方だネットの情報によると、
悪い噂のあった被害者もいたよ。どうも実態のわからない気な臭い人間が多いです。ハングレってのはヤクザと違って組って縛りがねえ。抜けるのも入るのも自由。それこそ昨日あんたの家を襲った青い髪のやつが言ってたように、今は連中足を洗って肩着としてすぐ。なるほど。それと被害者の中には過去に地下格闘技大会などに出場した経験のある手だれの男にもかかわらず、犯人は被害者をねじ伏せ尋問さえした形跡があったとのことで。ミキコは昔から結婚した後も趣味でジムとかキックボクシングとかいろいろ通ってたよ。母ちゃん強かったし、多分男が相手でも怠慢なら負けねえと思うぜ。そうかよ。それで次はどうす。そうだな、現場というと。昨夜殺しのあったビルだよ。何か手がかりがつかん。なるほど。ですが昨日の今日です。許可取るつもりなんて最初からねえさ。そうですか。なんかそれじゃ俺たちは行くんで、警察への言い訳は頼んだぞ。ええ、ミキコさんをよ。ジュン、それにカイトさん、なぜ。ケイ、いやー、これはその深い事情があってな。サダモトさんこそ。 This guy still screams bad guy to me. どうしてここに。いえ、警察の知人から連絡があって、ジュンらしき少年がここにいると。そうか。ジュン、お前何をやってるんだ。一人で何日もほっつき歩いて。うるせえよ、俺は帰るつもりなんてねえからな。あ、ジュン。まったく、あの子は。あの、貞本さん、ちょっと話せるか。ジュンのことと、それとミキコのことだ。え、ミキコ。結論から言う、あんたの奥さんミキコは生きてる。生きてる。ミキコどこにいるんですか。無事なんですか。ああ、無事といえば無事だ。だが相当厄介なことになってる。厄介なこと。そんなことになっていたなんて。まさかミキコが殺人なんて。ミキコは言っていた。真帆ちゃんや両親を焼き殺したのはグレン会の連中だ。にわかには。あの事件は真帆ちゃんのストーカーによる仕業だとずっと思っていましたから。あの、カイトさん、ミキコはストーカーのこともグレン会のデッチや。そうらしい。ストーカー野郎は放火の。貞本さん、何でもいい。今回のことについて何か心。まさか。ん？どうした。実は放火事件の以前からとある不動産ブローカーに土地の売却を提案されていたそうなんです。確か外資が大規模な商業施設の開発を検討しているとかで、話がまとまればかなりの額で売却できるとか、そんな話だったかと。ミキコの両親はそんな誘いを一蹴したと聞きます。 which brings this mofo into play. Maybe he married her so he could get in on it. 真帆ちゃんのストーカーによる放火事件はそんな時。そうか、その放火事件の裏に立ち退きに応じないミキコの両親を脅すと。Is he part of the Crimson Lotus gang? Is he? ために。あるいは最初から殺害するつもりだったのかもしれません。ミキコのご両親や真央ちゃんが亡くなった後、あの土地は遠い親戚が相続したのですが、いわゆる事故物件扱いになってしまったので扱いに困り、結局ブローカーを通して。そしてその事実をミキコは知ってしまい。
殺されかけた。筋は通るな。だとしたらミキコの気持ちはわかります。私だってそいつらが犯人なら、たかだか金なんかのためにあまりにもひどすぎます。 You're the number one suspect, the head of the whole group. それとサダモスさん、そのジュンの本当、ジュンが言っていたんでしょう。あなたが本当の父親かもしれない。以前ジュンと言い争いになった時に、あいつがそんなことを言ってましたからね。そうだったのか。ジュンは私の息子です。間違い、まあそうだよな。ジュン自身本当は分かっていると思いますよ。そんなのは自分の幻想だって。あの子はもう十分分かってる。そうなのか。ええ、ジュンはそう思い込みたいだけなんです。確かあれは小学校の頃だったと思う。ジュンのやつ、その頃からミキコの日記をこっそりずっと憧れていたようですよ。ヤクザのヒーロー。うん、私はジュンが小さい頃から仕事が忙しく、ほとんど構ってやれませんでした。仕事でイライラしていた時は構ってほしくて無邪気に近づいてきたジュンを。だからミキコ本当の父親じゃないかって信じたくなる気持ちはわかるんです。だからジュンにはもう少しその幻想を信じさせてあげておいてもいいと思います。実の父親としては情けないは。まずい、取引先からの連絡が。貞本さん、純のことは俺が探しておく。責任を持って家に帰らせるが、あんたももう少し純と話をして。失礼。はい、貞本です。ええ、例の仕事の件ではお世話になりました。ちなみに謝礼は払いますんでご心配なく。ええ、大丈夫です。ちょっとトラブルで。見ただろ、ああいうやつなんだ。結局仕事が最優先。忙しいんだろ、そう言うね。さてクソ親父もいなくなったことだし、調査続行と行こうぜ、カイトのおっさん。ああ、確か現場は天下一通り裏だったな。まだ警察がいるかもしれないんだろ。ま、そん時はそん時で。行くぞ。Finally, we get to see Mikachu, or whatever her name is. Oh. Usually I'll map out the area. But you know what I need to do? What is this spot? Boom. That's exactly where I need to be. いらっしゃいませ。Dude, I'm almost out of money already? Sheesh. ありがとうございました。
ダメだ。こっちにも警察が。どうすんだよ。仕方ねえ。こっそり忍び込むか。ジュン、お前はここで待ってろ。もしバートーの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、わかった。All right. I forget. Where am I going? Boy, you talk about quite literally walking into that one.
Yes, Mike. Put your hands all over a potential murder weapon. I mean, seriously. That didn't take too long, though. That was still was kind of annoying. I'm playing Shogi, I guess. で優勝したって言うから期待したのに参ったな。将棋クラブとか入ってんの？別に教わったわけじゃないし、ま、生まれ持った才能ってやつだね。おい、あ、カイトのおっさん。何やってんだ？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ、手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。おお、わかった。はい、なんでしょう。お前、パソコンとか詳しいよな。燃えつ…状態によりますが…おなら頼んでいいか。できれば急ぎで。ええ、お安い回答さん。今度はどんな事件？ああ、そうだな。一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし、実はな。なるほど。ハングレグレン会に夏目家回答さん。例のハードディスク。高速バイク便をそちらに向かわせますので、すぐに送っていただけますか。届き次第解析してみましょう。お、わかった。I think I deliver that personally. それじゃ張り込みに行くか。
お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ。嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。Hey, kitty. から見たら変じゃねえか。そうか。野球の。I think we look weird. You the one look like you just walked out of a baseball game or practice. I'm just in normal clothes. 試合帰りの親子にしか見えねえだろうか。そうかな。お、あいつは。今出勤したところみたいだな。なあ、本当に母ちゃん来るのか。分からん。だが可能性はある。ミキコが次に剣持を狙ってるならな。それじゃあしばらくの辛抱だな。火貸してくれよ。うん。同じだな、タバコの銘柄。言ったろ、未成年だろうが。やめとけ。しゃ。さて、ちょっと場所変えるか。なんでだ。同じ場所でずっと張ってたら怪しまれるだろ。それと服装も変えるぞ。よし、つけてみよう。